皆さんこんにちは、大堀123でございます。さあ今回もね、アコギの勧めということで始めて参ろうということなんだけれどもね、609回目ということで、ロックの間にこのゼロが走ると、ある種ロック感を感じるようなこの回数に来てるわけですけどもね、609回目ということでやってくるのもね、シリーズ化の雰囲気になってきたね。夏メロというものを掘り下げていこうじゃないかということで、70年代から90年代ぐらいの素晴らしい楽曲というのがやっぱりあるわけで、皆さんと共にね、こういう楽曲いいよねっていうようなことで、僕なりのアプローチでね、またこうお話をしていこうというような話なんだね。この何本か本当に好評なのよ。好評ときたらやっぱり僕やるしかないだろうということでね、パート6ということでね、取り上げたい曲がもうこれもあるあれもあるということで、かなりこう選定には悩むとこなんだけども、これもね名曲だね。それは何かということなんだけど、忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに、そう、酒と涙と男と女ですよ。川島英吾さんですね。まあ、当時は川島英吾とホモ・サピエンスというね、バンドっていうような形で出したみたいだけども、1976年だって、お酒が大好きだったという、まあ、川島英吾さんならではの楽曲と言ってもいいのかもしれないね。これも名曲だからね。今回はね、もちろんそのコード進行も探っていくんだけども、弾き方というものにちょっとクローズアップしていこうかなというふうに思うんだね。基本的に川島英吾さんってね、ピアノで弾き語ることが多いのね。で、ギターの弾き語りでやってることもすごく多かった楽曲なんだけど、僕が知る限りの川島英吾さんが実際に弾き語りでやってた時のやり方でちょっとやってみようと思うんだけど、イントロっていうのはこんな感じね。まず遠巻きにちょっと見てもらおうかなと思うんだけどね。というふうにいくわけよ。そういうことなんだね。歌の世界観をまず作る前のね、雰囲気というものがすごく出ているような弾き方だったと思うんでね、じゃあね、どういう弾き方をやってるかっていう、右手左手にそれぞれクローズアップしていって見ていこうかなと思うんでね。忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに、左手のこの動きにクローズアップしていこうということなんだけれどもね、どういう動きをしているかっていうのをね、こう見てもらおうかなと思うんだけど、忘れてしまいたいことやどうしようもないっていくわけだよね。すごい印象に残るような弾き方だと思うんだけど、まずはカバダストの位置の話をすると、このように2フレットに取り付けて、この G のコードフォーム中心のコード進行というのが、まあ基本的に続くということだな。キーは A なの、 G のフォームということを前提でのお話をしていくのでということでね、 G からスタートなのね。あとで右手もお見せするけれど、6弦の3フレットからまずドーンと G のベース音ですけどスタートするね。2回鳴らすかな。この6弦の3フレット2回目を弾いた直後に、この5弦の2フレット中指で押さえてるけど、これをハンマーリング、その次に4弦の開放を鳴らすんだね、こういうとなるんだね。そしてその次が Am のフォームについて、本当は Bm なんだけどね、キーは5弦の開放をまず鳴らすんだね。4弦の2フレットを今中指で押さえてるんだけど、これを離してね、5弦の2フレットをハンマーリングオンするんだね。そしてこのハンマーリングオンをした直後にまた4弦の開放を弾くんだね、Am のセクションはそういうことなんだけど、こういう感じというね、 Bm のコードフォームに行くんだね。キーは Cmなんだけど、ベース音である5弦の2フレットを弾く。そしてその次がね、4弦の4フレットを2回か3回ぐらい弾くかなって感じ。 Bm のフォームを一気に離して4弦の2フレットを、この押さえてる指を離して4弦の開放を弾く。で、これがいわゆる Bm のセクションになるんだけど、こうなるねというふうになる。
そしてまた一連の流れをもう一回やるわけだね。忘れてしまいたいことやというふうにいくわけよ。 G と Am と Bm、 この3つのコードなんだけど、それぞれのコードの間間で5弦とか4弦っていうのを中心としたフレーズっていうのがハンマリングを含めてね出てくるというような感じなんだね。角度で左手の流れを見ていこうと思うけども、この手の動きだけではなくて耳をねしっかり聞かせながら見てもらいたいなと。じゃあ行ってみようかな。忘れてしまいたいことやしまいたいことやどうしようもない。忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに。忘れてしまいたいことやしまいたいことやどうしようもない悲しさ。忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに。じゃあ次は右手の動きということで、まずは一通りね全体の動きというのを見てもらおうかな。しまいたいことやカシマ英吾さんご本人がアコギで弾き語るときは、僕が知る限りでは3ピックを取り付けて親指主体で弾いてるような感じなんだけど、取りながらこう3ピックでやるっていうのはなかなかねやりにくいというかちょっと難しい部分もあると思うから、こう普通のピックの方が演奏はしやすいんじゃないかなというふうに思うんでね、フレーズを弾くときはこう特定の弦を強調するんだけど、ストロークの要するにこう、弦全体を弾くようなその和音感っていうのを忘れないようにやったらいいかなというふうにもね、どこを重点的に弾けばいいのかっていうのを今からやっていこうかなと思うんだけど、 G のコード本からスタートなんだけども、 G のベース音であるこの6弦から、6弦を2回ぐらい弾くかな。
そして5弦の2フレット左手ではハンマーリングをするということで5弦を強めに弾く。そして今度は4弦の開放を弾くんだね。これで G のセクション終わり。というふうになる。 Am のホームに行くんだけど、まずは5弦の開放を弾く。そしてこれも2回ぐらい弾くかな。5弦の2フレットを左手ではまたハンマーリングをするということなんで5弦を強調していく。そして4弦の開放ということで4弦を強めに弾く。これが Am のセクションね。というふうになるね。その次が Bm のセクションなんだけど5弦を強めに弾く。2回から3回弾けばいいかな、こんな感じ。そしてその次が4弦の4フレットのところをやるので4弦を強めに弾く。そして今度は Bm を崩した状態になって4弦の2フレットだけが抑えられるんで4弦をまた弾く。そしてまた4弦の開放を弾く。これがまあ Bm のセクションって言っていいかなっていう感じね。でその一通りをやるとこんな風になる。一通りの動きっていうのをもう一回繰り返すっていうのが、まあ、イントロっていうことなんだけどね。まあそれ踏まえた上で一回ゆっくりやってみようと思うんで、強調している弦がどういうところなのかっていうのも見ながら、でストロークの動きを見ながらね。じゃあ次はね、いろんな角度で通常のスピードでやってみようと思うんだけど、音の流れっていうのもね、じっくりこう聞きながらね、見て聞いてもらえたらなというふうにもね。忘れてしまいたいことや忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに、単なるコードストロークではないというところだよね。ベース音っていうかね、こうフレーズもこうやって突っ込めるよというような話でもあるということなんだね。また弾きたくなるような、そういう弾き方の一つでもあるんじゃなかろうかと。じゃあ今度はね、右手左手全体が見えた状態でね、いろんな角度で見ていきたいというふうに思うんでね、よっしゃ行ってみよう。しまいたいことやどうしようもない忘れてしまいたいことやしまいたいことやどうしようもない寂しさに忘れてしまいたいことや
ね。やっぱり夏メロと呼ばれるものは非常にこう名曲が多いだけにユニークな弾き方をしてたりとかね、興味深いこういった弾き方をしてるっていうのもあるしね、誰かの言葉じゃないけど実に面白いというようなことだよね。やっぱりギブソンの音がまたこれ合うんだね、これが。もうしみじみくるよいって感じでね、皆さん楽しんでいただけたかな。また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀一二三でした。それではさようなら。とある配信サイトの一角で一人の若者がギターを抱え、大堀一二三からのですねお願いでございます。私改めまして大堀一二三です。音楽アコギ弾き語りというものをテーマにですね、このようにアコースギターを持ってですね、レクチャーだったり弾き語りだったり、こういうテーマにまつわることをやってます。もし私の動画をご覧になって、そして私の活動をご覧になってですね、いいなと思ってくださった方がいらっしゃるのであれば、ぜひともですねチャンネル登録のほどよろしくお願いしたいと思います。チャンネル登録をするところはですね、こちらとこちらにあると思いますので、ぜひよろしくお願いしますよ。ある恋は夕暮れになってた、黄金より輝く糸、美しき夕日が目の前へ。